はい、今回はですね、何をやっていこうかというと、次回創造主憑依フェニックスをやっていこうと思います。まあ今回の動画の趣旨は、まあなんていうのかな、キャラクター紹介というよりかはもうマッスルショット自体の、ね、思い出としてね、やっぱこのクエストはめっちゃやったし、なんていうのかな、そのここで手に入るフェニックスについてもね、それ自体についてもちょっとねお話をしていこうかなと思います。ね、これマッスルショット去年以前からやられてる方はもうなんていうのかな、ほとんどわかってると思いますけど、このフェニックスは本当強いですよね。この普通に九州産で入る、手に入るフェニックス、九州産で手に入るキャラクター超人の中ではもうダントツの強さかなとは思います。まあダントツっていうか、まあかなり強い部類ですね。下手なガチャゲンよりかも全然もう使えるかなっていうレベルですもんね。当時はやっぱ僕もそうですけど、結構衝撃だ、受けた人がいらっしゃったんじゃないかなと思います。うん、まあ、まあ、やっぱ評価はね、人それぞれなんですけど、それ以前は、九州の光サンダーかな、氷ロープ体制を持った。あのサンダーがやっぱ強いってことは、まあ、みんな言われてたんですけど、まあ、個人的にはまあそれ以上のインパクトかなとは思いました。この今ね、ダンジョンで手に入るその、セイントフェニックスですか。もうほんと強い。で、最初出た当時はね、これまあ、ご覧になってるとわかるように、氷ロープとね、異次元ホール。この二つがメインのクエストになってきます。でね、当時ね、結構僕、ここ結構苦戦した覚えはあるんですよね。なんだろう、氷ロープとね、異次元ホール両方持ってるキャラクターあんまり持ってなかったからかな。多分、ジャクリーンはね、僕使ってたんですけど、その最初、一番最初に降臨した時はもうジャクリーン使ってたんですけど、それ以外は多分、使ってないキャラかな、おそらく。デッドシグナルいたかどうかちょっと覚えて、使ってたような、そもそもで限界突破したかもちょっと覚えてないんですけど、ちょっと順序がね、どっちが先だったかなっていうのをちょっと覚えてないんですけど、まあ、この人たちは結構使えますよね。特にその真ん中の今順番回ってきたこのネプチューンキングなんですけど、これもほんとなんていうのかな、むちゃくちゃ強いですよね。これこそもうガチャゲンと比べても何ら遜色ない。まあこれについてはちょっとね、猛襲をクリアしてチケットを手に入れて、そのチケットクエストをクリアするっていう、ちょっと若干手間のかかるね、キャラクターなんですけど、まあ、それを考えてもやっぱね、なんていうかな、パフォーマンス的に、取る難易度と比べてみても、かなり使えるキャラクターなんでね、これもまたちょっとね、紹介していきたいかなと思います。あ、ちょっと待てよ。出てないかな。これ出た当時なんですけど、よくね、なんつったらいいのかな。たまに負けてました、ここで。まあこれ別に今回打たなくてもよかったんかもしれないんだけどね。次のターンで打った方がよかったかもしれないですけどね、これ。まあただまあ、なんていうのかな、そんなに、怖がらなくてもいけるんじゃないかな。さっきの話ですけど、最初このブラックホールがすごい鬱陶しくてね、耐性持ってるキャラクター連れてなかったんで、ただ今ね、2体いるんでね、サンシャインと。ちなみにサンシャインもこれ K ポイントで手に入るけど、比較的なんていうのかな、手に入れやすいキャラクターだとは思います。まあ、なんていうのかな、結構やり込まれてる方はもうほとんど絆マックスにされてる方が多いと思うんですけど、
まあでもね、まだ、もしね、その、まだ絆マックスにされてない方いらっしゃったら、まずね、このフェニックス、最近よく、これ、コラボの期間限定ではあるんですけど、結構しょっちゅうね、クエストできたりするんで、何らかそのイベントがあるごとに結構ね、出てきてるんで、まあ比較的、手に入れやすいんじゃないかな。ただ、注意しなくちゃいけないのは、その、絆覚醒のアイテムがね、ちょっとシールみたいなちょっと特殊アイテムなんでね、そこだけちょっと気をつけなくちゃいけないかなっていうことですね。本当はこれ、ここで必殺技やって攻撃力削ぐべきでしたよね、これ。まあ、一体だけだから必殺です使いますか、せっかくだから。一体だけだとそんなに恩恵はないな、この技は。だからまあ本当にね、まだね、マッスルショットやられてて、手に入れてない方もぜひね、このフェニックスは手に入れて絆マックスにしてほしいです。ほんと強いですよね。他のゲームの話になっちゃうんですけど、まあモンストでもね、よくね、そういうキャラクター、鋼の錬金術師コラボで登場したり、リザ・ホーク・アイがそうですよね。モンストで言うと、あれでもうすごいもうなんていうのかな、難易度変わっちゃったクエストもあったんで、僕としてはそのモンストでいうリザ以上のね、インパクトを受けたキャラクター、ほんとどこでも連れてきますもんね、このフェニックスも。強い。何も友情が強いですし、これ。ちょいちょいこれからも使うとこ、この動画であると思うんですけど、ほんと強いです。なんでね、まあ、ちょっと久しぶりに今日ちょっとやってみたんですけど、やっぱり、異次元ホール体制持ってると全然楽ですね。なんでまあ、高速でね、ちょっとね、周回したい場合っていうのは、なんていうのかな。異次元ホール持っていくと楽なんじゃ、異次元ホール体制持ってるキャラクターがいると楽かなとは思いました。まあ、これもいろんな意見あると思いますけどね。では。